俺の顔と名前よく覚えておけ。弱い奴は俺を避けるように、強い奴は俺を見つけるように。俺は風林高校さくらはるかだ。サンダウメミヤサンダバカだ。いやごめん、もっと空っぽだと思ってたんだけど、君の言葉や行動には芯がある。そんな君を俺はかっこいいと思ってる。だから君に負けないように俺も頑張るよ。俺も最近のあいつらはダセーと思ってたんだよ。さくら、昨日の大通りの話聞いたぞ。今日も佐々木を助けてくれた、家族を守ってくれてありがとう。頼もしい弟が増えて嬉しいわ。バットの使い方知らねえでも字ぐらい読めるようにしとけよ。これより先、人を傷つける者、物を壊す者、悪意を持ち込む者、何人も例外なく暴風林が粛清する。ああいや、そうではなく、喧嘩では力になれないかもですが、町のことや人のこととか案内しますよ。てっぺんまで。さあ学校はこっちですよ。おとといてっぺん取るって言うとった君はかっこよかったで。みんなの前であない大層なこと言い切れるやつに美学がないわけない。言わんちゅうのも美学なんかもしれんが、ならその理由を拳で教えてくれや。つげちゃんは体も大きいし力も強そうだ。見る人が見たら怖いと思うよ。そんなやつがでかい音出したら女の子はたまんないんじゃない？そんなんじゃ女の子にモテないよ。信用されたいのかされたくないのかどっちなのよ。さくら、あんた風鈴選んで正解だったよ。でもね、あんたに風鈴のてっぺんは取れない。絶対にね。梅ちゃんが欲しい。俺てっぺんになってからなんでかつまんなくて。でも梅ちゃんは同じてっぺんなのにいつも楽しそうでヘラヘラしてる。そんなのずるい。こいつは違うよ。負けたから、負けるってことは弱いってこと。弱いやつはシシトーレンにはいらない。悪いが勝たせてもらう。今でもあんたは俺のこと下に見てんだな。気色悪い。あの頃の俺はもういない。身をもって教えてやる。なんだよ、そちらの大将は随分お優しいんだな。それともビビってるだけか。おい潰すぞ。図星疲れて怒んなよ。俺とあの挑発をやらせろ。あ、ねえねえ、あの子さっきいた子じゃない？ほらやっぱり、あいつら地味なのに分かっちゃう僕ってすごくない？じゃあ僕はそっちの眼帯と。なんだ、話より全然少ねえじゃねえの。おいババア、今ではみんなに愛されて。まあ入学する前から気合入ってたもんな。俺はこうなると思ってたぜ。これなら二人でもよかったな。どう見にも良かったそうじゃないか。え、なんだって？さくらさん、トガメにも勝ったそうじゃないか。何チンチラしてやがんだよ。相談やれって言ってんじゃねえんだ。たかだか球場決めんのにこんなクソ時間かけてんじゃねえよ。こんなもん誰がやったって同じなんだからよ。だから早く決めろ。おいお前らら、外行くぞ外。やかましい。喋ったぬるれ、早く肯定もらってやるよ。お前らがうるさいと俺らまで怒鳴られるだろうけ。すごい負け舌。そんな、僕何もしてないし調子に乗ってなんか。そういうのがムカつくんだよ。俺に喧嘩を教えて。どうしてって、どう見ても弱い者いじめだろうが、止めない方が良かったのか。お前もな、黙ってるだけだとつけ上がるぞ、こういう奴ら。
ちったやり返せ。ふざけてて足折った時も、迷子になって帰れないかもって時も、長戸は優しくておとなしかったけど、強いやつだったんだ。俺はあいつをあそこから引っ張り出す。幼馴染が大変な時に何もできない、待ってるだけしかできないのが悔しい、自分に力がないのが悔しい。